J-Hab-TV heute mit einem Bericht über menschliche Kommunikation. Ich bin Ihre Moderatorin Misa und heute zu Gast ist bei uns die Sportautorität Tamari Hidoshi-Sensei. J-Hab-TV startet heute mit einem Bericht über menschliche Kommunikation. はお願いします、はいどうぞ。質問を、えー、前回、えー、いろいろとお解説いただいたあ三島由紀夫さんのいわゆるボディービルを始めた経緯について、はいえー おお話をいいただいておりますが、はいえー、本日もおその目的が、はい、作家である非常に、まあ、インテリジェンスのレベルの高い人物だと我々も思っている方が、うんえー、なぜ体を鍛えようとしたのか、うん、その鍛えた体で何をしようとしたのか。うん えー、肉体を鍛えそれを精神に結びつけて何か目的があったのか、うんまあ、結果的には盾の会ができたり、うん、最後まあクタということなのかあ自衛隊そのものを軍隊として鍛え上げようとしたのか何か目的があっていわゆるそういう。 まあ、うんまあ、テ,テロではないだろうけれど、うんえー、そういうものとボデビルを始めたものとがですね、うん、どう結びつくのかというのを我々ちょっと、うんまあ、関心を持つと,、はい、ところでありますからはいはいはうそうもういはいはいはおはい、まあ、はい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 まいは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  ご自身がそう体の強いもともと強権な方じゃなかったですからどちらかといえばいわゆる当時でいう青白きインテリの典型のような方でペンより重いものは持たないというような生活をしてきた方だ,とだったと思いますよ。でご本人も私と初めて会った時に自分は朝 朝礼で小学校の時から朝礼で長く立ってるとすぐ脳貧血を起こして倒れて医務室に運ばれるというようなことをよく繰り返してたとだから体操の時間もみんなと一緒に体を動かして暴れ回るってことができなくていつも見学見ていたとそれで学校が引けると。 もう早々ににに帰っってて自分の部屋にこもって本ばっかり読みふけていたとだから小説家になる以外にないような頭でっかちの人間になったんだと、うん、いうことをね言って言ってられたんですですから初めは本当に単純に体を丈夫にしたい強くしたいその頃もね病気は特にないけども威弱。 うん、胃が弱い、うん、それから不眠症だということは言ってられたんですよ。ですからその意味ではあのあの太宰治が不眠症であの睡眠薬飲んだりなんかして、うん、ああなっちゃダメだと、うん、結局神経がいくら研ぎ澄まされていても、うん、からそれを支えていく体が弱だとですね、うん、やっぱりああなっちゃうんだと。うん 大体日本の作家はあの方が当たり前のように思われてるけれどもうん、うん、小説がいろいろ反社会的なこと、うん、あるいは過激なこと、うん、日常性と離れたことを書いても、うん、自分の日常までそれに引きずり込まれてったらですね意味がないじゃないかと、うんしょ。私生活はやっぱり健康があふれる。うん たくましいやっぱり生活地に根を下ろした生活をしていなければねいい小説も書けないと思うんだとそういうことを言ってられたんですよ。はい、それで自分が本当に体鍛えたらあのどう自分の小説が変わっていくのかそれ自身も自分にとっては一つの実験であるし。 また楽しみだとこんなこと言ってないとですねまあだけど三島さんがボディービルを始めたというので、うん、当時のマスコミ、うん、メディアはですね全くもうその話題というか冷やかし、うん、もうむしろ嘲笑気味にいろいろ取り上げてましたよ、うん、なるほどそれをご本人はもう私は覚悟してるからと。うん どんなな笑いいいになってもいいと、うん、俺,は俺は貫いて、うん、なるほどと思うとこまでやるんだと、うん、いうことを言ってられてですから私が週に2回、うん、2> 三島さんのうちで一緒にトレーニングしようということになっていくといろんなマスコミが取材に来てましたよ。うん、そ,うそういうのはへとも思わずですね一生懸命練習やられていたと。うん その練習も本当に分子の冷やかしというんじゃなくてですね、うん、本当に自分の体を鍛え直すんだという真剣さにあふれてね、うんえー、ずっと継続していかれたですねそういうまあそれからまあ長いお付き合いになるんですけれども、うん、そのある時行った時雨が降ってきて。うん 庭で練習ができなくなったとそれで部屋に入っていろんな話をした時に三島さんが本写真集の本を持ってきて、うん、これ玉井さん見てごらんって見たらば、うん、古代ギリシャの遺,跡の遺跡がずっと出てる本でしたよ、うん、それからあの古代のギリシャの美術品、うん、彫刻なんかがいっぱいある、うん、それで特にその建築の、うん を見せていく、この,このいわゆる金衡、バランスの取れた金衡の取れた美しさとこれがギリシャのね、うん、やっぱりギリシャ文化の精髄なんだと、うん、ここにシンボライズされてんだと、うんね、これからいわゆる ギリシャ文化というのが羽ばたいていってうん、うん、それが今の西洋文化の文明の源流になってんだとうん、うん、だから体を作るっていうことは、うん、体の中に閉じ込むんじゃなくて、うん、たくましい体からたくましい高い精神が羽ばたいてって。 そしてこれだけの文明を作ったんだだとから玉木さんボディービルっていうのは俺はそういう要素のあるもんだと思ってるとそれで同時にその本の中にいろんなアポロだヘラクレスだという古代神々の彫刻もありましたよいろいろみんなそれぞれ金衡のとれたたくましい体してるねだからそういうものがやっぱり根底にあったんじゃないですかねええ。 1,000年自分は世界一周の旅行をしたけれどもあのあれですね向こうの作家たちは、うん、その各小説と現実生活とは全然違っていると、うんうん、非常に彼らは健康的な、うん、自分の性を謳歌する、うん、生き方をしていると。うん その水泳をしたり、うん、あのいろんなスポーツをしたり海水浴をしたりしてるとだからいろんなことを書いてもそれはいわゆるけれどもね、うん、体は現実の生活に適応させてると,、うん、ところが日本の作家はさっきも言いましたけど太宰にしても芥川にしても。 なんかこの研ぎ澄まされた精神がその現実に耐えきれなくなって、うん、神経衰弱になってああいった最後は自殺するというようなことの自分はああはなりたくないんだということを言ってられたですね。はいまあ、そういういボディビルをややられて、えー、やる前へと 1>, 1年2年のお鍛えた体はかなり立派な体に変わりました、ね、体はねもう半年もしたら本当に見違えるようになってきてね、はい、人間って面白いもんで体力に自信がついてくると、うん、何か活動したくなるもんですよはあ、はあ、それで玉井さんをおかげで自分もここまでの体ができて体力にも ある程度自信がついてきたと、うん、ボディー・ウィルはどちらかというと基本の体を作る運動ですから、うん、それ自体活動動する動きもあるきあスポーツですから今度は動的なスポーツをなんかやりたいと何をやったらいいだろうかっていう相談を受けたですねそれで私行ったのは、えー、一人でやっぱりああいう作家生活を続けながら。 やる人ですかあの方の大体生活をしたいと私も半年通って分かったのは大体いい夜8時頃から書き出して、うん、朝の5時まで書くんですね<ー>それから眠る、うん、で11時頃まで眠る、うん、それから起きてきて一緒に私とボデ,ィブリボディブリやって、うん、やるというそういう生活半年続けたわけですよ。 ですから初めて持てたバーベルの重さっていうのはバーベルのバー棒、うん、あれが大体いい7 5キロですよトレ,トレーニングのがそれに一番小さい2 5キロのこんな小さいバーベルつけたのから始めましたから、ね、ですから1 2 5キロのバーベルから始めたんだけども、うん、その頃は。 半年もすると50キロぐらいのものはベンチプレスできるぐらいに近づいてたでしょう。うん、それで動くスポーツをしたいというので何がいいかというのでねまあ私考えてあ,あのー、あ,あれですねそその時そうだ先に ボクシングがししたたいいってことを言いましたよボクシングは結構だけども、うん、しかしボクシングというのはやっぱりスパーリングをやったりして脳に衝撃が相当来ると、うん、あなたは頭で勝負する世界の人だからやっぱりそれで頭のあれがもし壊れたらいけないから、うん。<laughs> いいけないがボクシングはちょっととすすぎるですねとそれはちょっとねやめた方がいいでしょうとそれよりそういういわゆる格闘技むしろ武道にあれだったらば剣道をやられたらどうですか剣道を。剣道は体を動かすことと同時に最後は生死の問題まで問い詰めていくと。 ぶつかかりますから精神的にも非常にねあの人間の精神と肉体の両方の調和のためにもいいと思うからね剣道を得られたらどうですかということを言ったら首かしげていて「剣道いいけれどもあまりにも日本的すぎると」。自分は日本,の日本の文化の中から出てきたと育ってきただけに今はまだちょっと西洋の 西洋のの中で育ったも,のをもう少し触れてみたいとうん、うん、それでボクシングと言ったんだとうん、うん、いうかまあだけどボクシングはちょっと過激だから、うん、あそのおやめになった方がいいと言ってる間にボクシングのジムに誰か知った人が紹介して行っちゃってやりだしちゃったんですよ <laughs> で。その頃ももう半年経って三島さんも大体 ボディービルのいろは分かってきてき自分でコントロールできるぐらいのことはもう分かってましたからねもう玉城さんお世話になったけれど、うん、これからは独立して、うん、また私から言うとボクシングやめろって言われるかと思ったんでしょう私の手を離れてね<ー>自分でボディービルボディビルをやってうん、うん、その方はらそのスポーツも何かやるとうん、うん、あそれはもういいでしょうとうん、うん、あなたがそこまでねうん、うん 自信も持たれてやられる方は結構なことだと、うん、いうので私はもう常時通うのをそれでやめたわけですよ。なるほどね。うん、やめてそう,そうしてたらやっぱりボクシングのジムに行ったんですよ。うん、で行ってね結構やられて3か月ぐらい後にはねスパーリングをやるくらいまでになってそれでなんか3回戦の。 まあ、エキシビション的な試合にもちろんジムのな内部でのうん、うん、ですけど出てやったとこまで<う>、えー、半年はやったのかな半年まではいかなかったでしょ、うん、やるくまでになって、うん、それでご自分ででも私の言われたた意味が分かったんでしょ。なるほどそれピ,ピタッとやめたんですよ。あ それから剣道に行かれたんですよ剣道なるほどね剣道に行かれたそれでまたその剣道の先生がね吉川吉川さんって言ってね警視庁の師範やってた先生だよねだってこれが拳のような人でね実直な要するにその世古に長けてない素朴なね人だったんだよ。三島さん好みなんですよすっかり切り入ってね そこでずっと剣道は死ぬまで続け,続けてられたでしょうそういうことありましたね、うん、まあところがある時東横線の中でばったり三島さんと会うんですよもう私行かなくなってから行かなくなってからもういい偶然に偶然に1年ぐらい、うんうん、で,で電車の中でばったり会ったら、うん、ああ懐かしそうに来て、うん 今小説書いてんだけどねそれが「あの京子の家」っていう小説がありますよ、ねうんうん、これはその時代の壁を4人の青年がその4人なりにその壁を破ろうとしてある,あ,あるものは挫折するしあるものは破ろうとして傷つくしなんかそういうことを書いてる小説なんですね。うんうんうん そん中の一人に、うん、そのボディービル的な青年も描いてると自分、ね、描いてるということを言ってましたよね。今描いてるんだって言ってそんな話でぜひ出たら読んでくれよっていうような話しててねそれ、うんえー、で何、ね、かで、ね、いや玉川さん私ももう相当自信持てたよって言ってう,ん、う嬉しくてしょうがないんですね。 そこで僕はちょっとその冷やかしで、うん、三島さんがいくらできんだって僕のことは抜けませんよっていうようなことこっちはちょっと言ったわけね <laughs> そうしたら無気になって「うんあ,あんた小説の中でボロクソに言ってやる」とそしたらその主人公が自殺するようになってんのよ <laughs> そ,そのボディー売れやったやつが <laughs> なってるんですよ。<笑><笑> まあ、だからねそういうところはね非常に純粋な純情なところもあった人ですから体のことをやると無菌だってね、うん、無菌だなられたところを覚えてますねでもそれからポツンポツンと会ってましたけども会うたんびに顔つきも違う、うん、本当により侍のような顔になってくるしで,、うん、そ,でそのうちに。 あの英霊の声とか、うん、いわゆる「幽谷」とかうん、うん、そういう方向のものを書か,、うん、か,かれ始めてましたよ。うん、ねそのうちに縦の会を出発させるそういう方向になってきたんですね。えー、で,ですからうん まあ結局そういう武闘派に変質していった元はボゼビルからのスターということで,そうなんですね。ということはねあの人がね「太陽と鉄」というエッセイ集のものを書いてますよ。その中で読んだんだだけどね 英雄的な行為をするためには英雄的な肉体がなきゃいけないんだというような一節がありますよ三島さんの言葉でね。ですからあの人はやっぱりそういう本当の意味の英雄とは何かということをやっぱり頭にあったんじゃないですかね。要するに観念の遊戯じゃダメなんだと。肉体の優れたものを備えておかなきゃいけないおかなければ実践できないんだというね。いわゆる昔流に言えば 文武両道道というものにうん、うん、まあ目覚めたというかうん、うん、おそばきながら気が付いたというかうん、うん、それとねあの晩年のいろいろいろんなそういうまあ人は右傾化した三島さんと言うけれどうん、うん、書いた本の中に「知行合一」というね、うん、中国の思想家で「王陽明」って言いますよ。が合一っててことを言われてるけどねうん、うん 要するに知性と行動というものは一致しなければいけないんだと「うんうん、知は行のはじめ行は知のなるなり」ということを、ね、言うようになってましたよね。うんうん、ですから本当にそういう方向を本気で歩もうとなさってたんじゃないかと、うん、なるほど。なるほどそれでその例の,あの市街での事件ですけどあれはまあいろんな見方はあるでしょうけれどね。うん 私はまあ、あのー、根本的にはあの人はやはり日本という国に生まれた以上に日本の文化というものと日本の歴史伝統文化というものとしかしその中にこもってだけいたんではこれからの世界の中で日本が立ち行かない、うん、やはり西洋と向き合っていかなきゃいけない。うんうん そうすると西洋から吸収すべきものは吸収しなきゃならない。うん、そうすると西洋が日本文化と違って優れているのは合理的な思考、うんうん、科学的な技術、うん、ねそれから政治的ないわゆる民主主義の概念こういったものはない。なるほどしかしそのために世の中が 浅く平板化して、ねうん、なっていくようなものに対する抵抗も随分あったんじゃないかとそれがそれがねだからあの人のこういうことも何かで言ってらしたのを覚えてるんですけどねあの論理のわからないやつは論外だとだから論理で全て解決できると思うのもおかしいと。論理を極めめ尽くした後に、ね、後ににね初めて そこに神のというかののようなもがらだから芸術家はそれのないのはダメなんだと本物じゃないと本物じゃないとだけど論理だけではダメだけど論理も尽くせないようではもっとダメだもっと駄目だとあの人は論理的な一面とそういう天の啓示というかそういうそういうひらめき的なものとね不思議に 両方一致させようとした人ですそれが総合力、うん、それが総合力私はそこに三島さんのね三島さんとゆえんがあったと思うんですよ。だからあの,あの人と付き合ってて後から私はいろいろ考えるんだけども、うん、あのまず肉体というのはどう逆立ちしてみたって現実から抜け出すことはできない。うんうんうん 精神というのは宇宙を飲むことだってでできるわけですよねその精神と肉体を自分の中でどういうふうに組み合わせていくか、うん、そこをその異質なものを抱き込んでいるのが人間ですから、うん、そこをどう調和させるというか抱き込むかそこでいつも 考えたたたりり何しし人だから頭脳と肉体と精神のこの三味を一つまとめたものが完成されたものであるとそうですね、うん、そこに宇宙観世界観を持てということです、ねうん、だから「矛盾した」という言葉がある「矛盾」西洋流に言うと「アンビバレンツ」って言葉があるでしょう。うだからそれあのの人はいつもその矛,盾矛盾を 両方につなぎとめようしした人のような気がします日本と西洋個人と組織、うんね、精神と肉体、うん、みんな矛盾してるけれども絡み合っていかなければいきれないものね、うん、そういうだからあの人の小説はそういう古典的なことだけじゃない常に時代,時代の先端へ行く問題になったようなことをすぐ取り上げてるでしょう。 いいろろ、青の時代なんてのあの時山崎なんとかって東大の学生が金融会社やって、うん、お大金をつかむんだけど最後は破綻して自殺する、うんうん、これをもう取り上げてるし、うんうん、それからそれからあれでしょうあの有田なんとかってあの都知事に選挙出て敗れた政治家のこと書いて、はい、裁判にまでされてるでしょう。うんうん そういう時代の時代の先端を追っかけながら、常に本質的なものを、ねうん、求める。うん、求め求めした人だと思うんですよ。その中にはやっぱりその戦前の。まあ武士道精神。そういうその出撃合憲。清、え、廉、ー、潔白、公明正大。ええ、大和魂。ええ、まあ、こういうもの、まあ、日本精神だ、ね。はい,はい、はい。 戦後は GHQ によりそういうものがでも排除されている、ええ、そういうものを取り戻したいという気持ちも若干若干残るじゃない、ええ、そ,それがもうそれがひ弱なひ、うん、弱なそれこそ干物のような体の時は頭の中で思うだけだったのが体力ができ自信がうん、うん、活動力に自信ができたから、うん あそこまで踏み切ったんだと思うんんですよ私はね、うん、そんな気がしますね。えー、だだいうい大体あの人の文学的なことで認められたはじめなんか16の時に書いた「花盛りの森」とかいうのが16歳,あ16歳です。16歳<ー>学習院の初等科か中学の頃でしょ。でその頃学習院にはいろんなあの日本ローマン派の人たちが教授にいたり。うん いろいろ先輩にいたりするんですよね。うんうん、その日本ローマ派の中心になったのが安田義十郎という日本ローマ派の,の作家でありね、非常に史的なものをはらんだ日本の古典に組んだ人たちですよ。そういう人たちにまず最初に評価されてますからね。だから本質は非常にだからあの方があの最後の 書かれたあのなんだ一番左右に書いた小説の中で、うん、そのマスラオブリとタオヤメブリっていうことを書いてますよね、うんうん、男性はあくまでマスラオでなきゃいけない、うんうん 女性は田をやめじゃなきゃいけないというようなことを言ってますけどそういうものが根底にあったんじゃないですかね優しい繊細な傷つきやすい温かいものとそれからそれをそれを,それを貫いて社会のために周囲のためにそれを貫いてみんなを幸福にさせようとする気持ちとね 伝統精神をやっぱり、うん、あの求めたんだなそうですね、うん、そ,うそういう男は男らしく女は女らしくというものだね素朴にね、うん、えー、今日この今番組で、えー、解説いただいた同じようなことをですね24日の今今日24日ですが24日の11時に NHK の2チャンネルで「えー、地の巨人たち」という番組があります。その「地の巨人たち」という番組で、えー、玉似先生も今と同じようなことを喋っておられるから皆さんも NHK の2チャンネルを見て参考にしてください。 damit sind wir am ende der heutigen sendung vielen dank für ihre aufmerksamkeit for that we are finished thanks for watching 日本はユーロシアの一員である。